おはようございます。あの開始してよろしいですか？もうよろしいでしょうか？初めても。では皆さんおはようございます。そしてようこそいらっしゃいました。これはサステナビリティと環境のメインセッションで、IGF203 京都です。サステナビリティというのが今現在すべての。 レベルのグローバルアジェンダの中でサスティナビリティというのが最優先になっています。政府でも産業界でも個人のレベルでもです。私エドモンチュンと申します。ドットアジアアジアから参りました。そしてアイキャンの理事もしております。この何年間ですが2020年パンデミックが発生して世界は 非常に重要なこの二酸化炭素の排出というのが減ったということがありました。それはロックダウンや経済的な活動が減退したということであります。しかしインターネットの利用、まずズームの会議だったり、さまざまなインターネットを通してのショッピングというものが増えたわけです。そして昨年から。 ロックダウンが終わって、えそしてこの CO2 二酸化炭素の排出もまた上がっています。しかしインターネットというのはもうこのサステナビリティ私たちの日々の生活えそしてインフラの重要な一部となっています。ではそういった中でこの私たちの意識を高めるためにはどうすればいいのかと。 思います。えそれはインターネットをもっとその使用を少なくしようということではありません。えメールの長さを短くしようとか、あるいはビデオをもっと見るのをやめようとかそういうことではないと思うんです。であのデジタル変革であったりテクノロジーというのはこういった気候変動の問題をに対処する上で有益だと思うんです。えもっと いろんなことがインターネットできるそしてこのさまざまな廃棄物を削減するということは両立することだと思いますということでこの複雑でしかもそれほど直感的ではないこのテクノロジーの利用ということをよりよく理解することが大事です多くの団体組織がこの問題に取り組んでいますドットアジアではエコインターネット ドットアジアというそういうキャンペーンを京都で開始しています。これは AP ニックとそして HBS と AP ニック財団からサポートをえまして指標をこの IGF2023 において出そうということをやっています。ぜひえこ ドットアジアのブース、まあ、大きなあの虎の大河のシンボルのブースに来て頂ければと思います。アイキャンはあ このことにも取り組んでいまして CEO のゴールが2024年に対して設定されていますけれどもまゴール8というのは包括的なアプローチとして環境のサステナビリー戦略を i イケアのために実施しようということをり決めています。IGF では PNED ポリシーーネットワーク環境デジタル のポリシーネットワークのその成果として DCE ダイナミックコリディションエンバイロメントを続けるということを決めています。これこそが国連の SDGs のそのセッションにま継続するものとされています。で今日はデイビッドスータさんが参加してくださっております。ICT の専門家です。それからマイク マイケル・ルケン、アイトリプル E のマイケル・イケンさんです。プラネットポジティブ2030のイニシャジブを代表しています。ドルチェ・スワレスさんはシミリーというテクニカルカンパニーの専門家です。ケミケムリ・カマチョさん。オパラティブスラバツで25年間。 この女性のための経済の代替案ということでそういったことを担当されていますあ失礼それはマクタール・セックさんですねウネカさんそしてアクセル・クラハッケあ失礼ごめんなさいちょっと発音がうまくできません。えー GIZ の社会技術開発の担当ですではデビットさんこのパラダイムギャップについてデジタルと環境の政策策定のパラダイムギャップについて一言お願いできますかはい、あのご紹介ありがとうございます少し今日はあの到着が遅れてしまって申し訳ありませんでした他のちょっと用事がありました5、6分時間いただけるんですか はい、そうですね。昨日そのように言われてます。月曜日、岸田総理が AI が 人類の歴史をまあ変換するとおっしゃっていました。もちろんこれは気候変動にも関係してくると思います。で、それこそが私たちの未来にとって重要なテーマになるわけです。で、基本的な問題からあの話したいと思います。十分なデジタルと環境に関しての対話というのがなされてこなかったと思います。え、これは実践をする人たちもそうですし、え、まあいろんなあの団体でもそうです。デジタル技術の、お、 そういった分野の人たちえそして環境の脈絡の中でそのデジタルテクノロジーをどのように捉えるかということで3点あると思いますえデジタル政策というのは環境的にサステナブルではないのではないかというふうに言われていますから 的的で環境的なあそういった持続可能性のあるもののというのを目指さななければなりませんもちろんそれが必ずしも保障されるわけではありませんけれどもそれを達成するためにはデジタル化というものの貢献を最大化しそして環境破壊を研究、まあ、しなければなりませんそしてデジタルセクターの環境フットプリントというのを少なくしていかなければなりませんで5つの理由があ,のあります。 で、難しいです。複雑だからです。そして誤解されています。サステナビリティというのは環境のことだけではなく、経済の繁栄と社会の安寧と環境のを維持するということ、これを全てバランスしていくことであります。デジタルという世界の中では気候変動だけではなくて3つの問題があります。 もちろん気候の問題があります。そして、この非常に不足している、欠落している、例えばミネラルなどをどのように使うかということです。そして、そのインパクトというのは多様です。プラスのものもあれば、マイナスのものもある。すべてを測定しなければなりません。直接的なインパクトを測定するだけではなく、間接的なもの、つまり新しい活動である e c o m m e r それから 効率がによって消費が増えた時にはどうなるのかということその辺も測定しなければなりませんまあ、生活にこれは非常に近いところで起きているわけですということでまあ、止める国豊かな国では とそして貧しい国の間での負担も違ってくるわけですインパクトというのは AI IoT によって増えてくるわけですいいこともあれば悪いこともありますこの三つの重要な資源がどんどんと枯渇するということに影響を及ぼ,すわ影響を及ぼします AI などもその辺に影響してくると思います さてそのためにはあ対話が重要です。このようなフォーラムのようなところで対話を強化することが大事です。このようなフォーラムというのはデジタルソリューション。 というのはデジタルの内部の人たちにとってはいいかもしれないでも外にいる人たちにとってはあんまり影響がない場合がありますですから環境の専門家であったり環境の課題に取り組んでいる人たちの声にもっと耳を傾けるべきだと思います IGF としては環境機関の人たちのプライオリティに耳を傾けるべきだと思いますその後にデジタル化の話をするべきだと思います二つ目の提案提案は デジタル政策の中に環境サステナビリティというものを導入するべきだということです。アンクタッドもそのことに取り組んでいます。デジタル経済のレポートはおそらくそのことも網羅するでしょう。政府はデジタル戦略をきちっと監査するべきです。グリーンゴールというのがあると思いますが、デジタルゴールというのももちろん監査するべきです。そしてデジタル経済です。 まあ欠落している不足しているエネルギーによってデータセンターやデジタルのそういった分野でこの廃棄物などをどのようにリユーズするか再利用するかという課題それに関しても規制やイニシアチブそれして 物事の設計など全てが影響を受けます市民がよりサステナブルな消費を導入しなければなりませんそれはデジタル化を最大化するのではなく最適化するということなんだと思いますデジタルをリセットするというレポートが EC 欧州議会にも提出されていますさて標準委員会ですけれどもその中にもこのサステナビリティ というテーマが盛り込まれなければなりませんビジネスも同じですアプリケーションを設計するときにネットワークを設計するときにストレージするべきだと思います最後はモニターです まあ、エビデンスベースの環境的にサステナブルなデジタル社会を構築するために、えー、ビジネス業界は正直に、そして透明性を高める必要があります。グリーンウォッシュというのはやってはいけないと思います。そして独立した解析などをするべきです。マルチステークホルダーが大事になります。国連などといった国際機関もそこに入るべきでありますし、 以上が私の五つの提案です五分で終わりましたでしょうかありがとうございました大変素晴らしい提案をいただいたと思います特にこのセッション IGF において一つスタンダードという話が出ましたのでマイクさんにお話を伺えたらと思いますマイクさん技術的には一体標準設定機関として何が起こっているんでしょうかはい ありがとうございます。参加できて非常に嬉しく思います。光栄なことでもあります。で、まずいくつかなんですけども、アイドルプレイというのは最大のテクニカルの。 42万人が参加する119カ国からの参加がある組織ですそして標準を設定しておりまして例えば w i f i を作るという時には IEEE、e、というの 80. 80を使っていると思ってくださいで私たち IEEE、e、でありますけれども AI と倫理というものをローンチしていますこれは今日の話とは直接関係ないかもしれませんけれども エシックリアラインドデザインというドキュメントを出しています初めて技術的な組織として倫理とスタンダードを見ようというレポートを出していますこれは皆さんダウンロードが可能ですのでどうぞ で昨年の神記でありますけれども私たちプラネットポジティブ2030というイニシアチブを立ち上げました実践的なレコメンデーションを出してプラネットポジティブであろうというものであるんですマルチステークホルダーのコンセンサスベースのバックキャスティングのプロセスを使っていますで現状においては180人が関わってくれています世界中からの参加なんです多分29カ国ぐらいだと思います で最初のドラフトコンペディアムは持続可能性バイデザインということでににダウンロードが可能になっていますそれからそれにつながってクロスオーガニゼーション全体でサスティックイニシアティブというのを作っています。これはさらに深掘りをしようということでレコメンデーションをプラネットポジティブイニシアティブから受けて そしてある種のギャップとかスタンダードとかテクノロジーのギャップとかロードマップのギャップがあればそれを特定しようという活動をしています。なぜこの話をするかといいますと皆様にも参加してほしいからです。では次に私たち文脈という意味でお話をしたいんですけれども。 真の意味での長期的な持続可能なそのこの地球上の生物圏を維持するそして守っていくということが重要です私たちさまざまな100年後あるいは2000年後あるいは10万年後もこれからもこの生物圏を守っていかなければいけないわけですそういう意味で徐々にではあっても私たちが実現したい世界を実現するために作業を始めなければいけません ということで、地球温暖化あるいは気候変動というふうに呼ぶんでしょうか。これに関してはネットゼロをその排出をゼロにするということを達成しなければいけませんし、現在の温室効果ガスに関してもやはり大気の構成を変えてしまっていますので、これを減らしていくということがあります。産業革命前のレベルにまで戻していくということがあって、これは気候変動関係です。それから国連の SDGs もあります。我々としては SDGs を達成していく。 必要もありますプラス先ほどデイビッドさんがおっしゃったように私たちサーキュラー経済も必要ですというのも資,資源は限らられているからです私たちとしては自分たちが作っている廃棄物に対しても責任を持つ必要があります。 ということで一つ一つ装置を作って機器を作っていますけれどもこれは解体がされる必要のデザイン解体がされるようなデザインをする必要がありますそして資源を分子にその分解してそしてまたそこからさらに新しい資源を作るということが必要です D マニファクチャリングという言葉好きで製造とその製造の逆のプロセスを経るということが非常に重要だと思っていますそれから生態系に関してもダメージを加えてしまう。 あたのでそれを復旧すする必要がありますもちろん今までと全く同じに返すということはできませんけども健全な生態系に戻すことは必要です。ということでこのゴールを達成するためにはやはりエネルギーを見ていく必要があります。それも先ほどデイビッドさんとエドモンさんが言及してくださったものなんですけどもやはり クリーンで持続可能なエネルギーを使うということが必要でしてそこがアクセス可能であるということがこの問題に対する解決策になると思いますこの複雑な問題に対してつまり産業の電動化をすするとということが重要です例えば水素を使うそして最終的にはクリーンエネルギーにみんながアクセスできることが必要です。そうすればエネルギーの問題を その解決し綺麗な水ができれば食料問題も解決できるという連鎖反応がありますこれは一つ問題としては文脈をその考えたソリューションが必要です一つのソリューションを全員が使うわけにはいきません例えばクリーンエネルギーであれば熱の方がいいところもあればそうじゃないところもあります地熱が使えるところ使えないところもあるわけですそれから知識の共有も必要ですソリューションとかベストプラクティスができればあるいは失敗ですらも他の人たち と共有する必要があると思ってますで、これはデジタルナレッジカーマンズというものでえ、これはデジタルでもって知識を迅速に他のコミュニティとも共有することができると思うからですが、4点目ですこれから標準です標準設定です標準というのがインターオペラビリティにとって中核通用ですこの標準があることによって いかにこれがどういうふうに機能するかということが記述されそして相互運用性を担保し安全性を高めますですので持続可能性というものもこの基準を作っていく上で考えていく必要があります環境汚染排出それからディーマニファクチャリングなどなどを考える必要があります。また 何を,何を使うにしてもそれが社会にどういう影響があるのかということも考えて標準基準を作っていく必要がありますそれから地域それから最初からその持続可能性を勘案したデザインをしていくということも必要ですこれはシステム的発想が必要です。 先ほど申し上げたようにいろんな側面がありますけれどもこれをホリスティックにシステム的に考えて基準標準を使っていく必要があります。そして次ですけれどもこれが重要なんですけれども IGF でもあるようにアカウンタビリティが重要です私たち測定をしていかなければなりませんデータ収集をしていいかなけければいけません。 データ収集が何だ何であるかということを合意し、そしてモデリングをして、そしてそれを監査していく、そしてまた検証していくことができなければなりません。それができることによって、えできることがあるのでマルチステークホルダー環境というのが本当に必須だと思います。どうやって今後こういった側面で、えこのような大きな複雑な 問題に対応していくのかということを我々として合意していく必要があると思います。マイクさんどうもありがとうございました。A.I. と倫理の問題なんですけども、私も実はアイトリプルに参加しておりまして、標準として。 フンクスさんがいらっしゃると思いますけれどもと一緒に参加をしてきましたで、一つのスピーカードイジェさんなんですけれども知識共有の話なんですけれどもドイジェさんえどうでしょうかどういうふうに現地でこういった仕事をしていらっしゃるかお願いしますエデモンさんありがとうございます今日はお招きいただきましたありがとうございますまあ、先ほども紹介していただきましたけれども 私は、えーまあ、ローカこの私たちのティモール・レステというのがどこにあるかご存知でしょうか、まあ、あの気が付いたんですけどティモール・レステはあまりあのこういったところに出てこないんですね私がただ唯一の参加者なんですけれども、まあ、アジア にこのような形で私たちがこの知識の共有ということができることを非常に嬉しく思っています。少しデモティモールエステの紹介をさせてください。どこにそあるのかということです。私たちのスピーチの私のスピーチのこの脈絡は分かっていただきたいと思います。これ東南アジアの国です。小さな島です。インドネシアとオーストラリアのちょうど中間にあります。 163万人ぐらいの人口で非常に小さな国なんですけれども歴史は非常に複雑です400年以上の植民地支配のもとにありました開発が非常に遅れていたということがあります 2002年にやっと独立をしたというそういう新しい国ですそして国家が再建されてたわけでありますけれどもその時には多くの新興国はテクノロジーであったり国の再建といったものをもうでに進めていたわけです。ということでインターネットのティモール・エステでどうなっているかという話をしたいと思います。 ティモルエステではインターネットというのは非常に低速ですスピードが遅いです。ダウンロードは平均で ええ、メガバイト毎秒、四点五メガバイトというような速度です。インフラも限られています。高速のアクセスというのは限られています。特に農村地帯ではインターネットがまだ活用されていません。そして四パーセント、五パーセントぐらいの人しかインターネットを使っていないという状況です。ティモレステというのはモバイルの お接続性と非常に高価なお金のかかる衛星に依存していますえそして光ファイバーにも依存していますあ光ファイバーを仮設したいんですけれどもえそれがまだ時間がかかっていますそしてインターネットというのはま E、あ、メールのためだったりに使って 使われれていますけれどもそしてコミュニティというのはコミュニケーションのためにそして情報を入手するためにインターネットを活用しています。ということで今日のテーマである「環境とサステナビリティ」ですけれども私が え、まあ、現場でやっている仕事を特にこの水資源え、そして気候変動のことについてお話したいと思います。デジタルテクノロジーの介入というのが非常に重要な分野になっています。え、この国の再建ということで水ですけれども、元々は？ 水ののの供給のインフラというのが優先課題でありましたしかし2015年ティモール・エステはグローバル危機に直面しましたそのことによって水資源の管理というのがとても重要になりました、まあ、ほとんどの投資がその水の供給に向けられていましたけれどもラニーニャがその後発生しまして 水のの供給といううが再度注目されるようになりましたでは、えー、水の供給そしてこの水の管理どういうふうにバランスしていけばいいのかということが問題になりました。それ以外の課題として、まあ、環境とか気候変動に関連することとしてあるのは。 まあ大型のテクノロジーに対する持続可能性のないそういった投資が今まで進んできましたしかもコストもかさむそしてプロジェクトベースのサポートの投資でとてもお金がかかりますし技術的にも高度です。技術者を えま飛行機で連れてくるあるいはまあの政府がそのお金を全部払って彼らが行き来をするということですで水のセクターというのはコミュニティと政府両方が非常に困るというような状況にあったわけでありますそれからリジリエンスのプログラムですけれどもこれもまデータ共有がされていませんでしたしプロジェクトごとにまその よってて物事を進めいいたととうことでプロジェクトごとの投資というのがあまりうまくいかないしかもこのテクノロジー自体もサステナビリティというか持続可能性が全くないという状況でありました。最終的にはこのイニシアチブ というのはどうしようかということになりましてえ民間をま導入しようということになったわけです政府だけではできないということになったんです政府のプロセスはまあ予算の配分であったりとか、えー、ということで非常に時間がかかってしまう 民間の人たちというのは今までここの問題に関わってきませんでしたテック会社もそうですテクノロジーのイノベーションというのはこの地元の草の根の組織と協力して物事をやっていたわけですけれどもそこは水だったり土地のま保全ということに注目をしていましたこの草の根の組織というのは 20年間そういっったたことをやってきたわけですもし彼らがやってきたことをきちっと検証できれば政府に対して影響力を行使することもできるというふうな結論になりました。実際に何をやっているかと言いますと地元の草の根の組織とともに私たちはシステムを構築しました。それは これアラートシステムを SNS やメールで伝達するということでありますそしてコミュニティに対してその警告が発生した時にはどのように対応すればいいのかということをどんどんと訓練したわけであります例えばこの水のレベルの指標に関する警告というのがありますタンクの中の水のレベルが3日間 3日後にその例えば水が漏れていたりということがあれば警告が発生します。そしてそれはこの水をきちっともっと管理しなさいという警告なわけでありますし、そして水を無駄にしないようにということを示唆しているわけであります。それから気候、天候に関してです。テティモールエステでは 土壌のを燃やしたりするということがありますけれども干ばつの時にはこれをやってしまうと雨を待たなななければならなく環境破壊につながってしまいまいす警告システムでコミュニティに対してどのような行動をとるべきなのかその行動変容どのような行動変容を推進するべきなのか。 ということをまあ教えるようにしています。環境保護、え水の問題をどのように管理するべきかということを教えています。ありがとうございます。非常に面白い点ですね。持続可能性、まあサステナビリティのプロジェクトのサステナビリティそのものということですよね。ティモレステではドットアジアがアジアが私たちのチームがあまあいろんなあのそのプロジェクトをサポートしています。 ティモールエステにぜひ皆さんお迎えしたいと思いますサステナビリティのディスカッションについてなんですけれども他の分野にも少し話を広げていきたいと思います次のスピーカーにお願いします <Thank you. S 3> ありがとうございます皆さんこんにちはそして招いてくださったことどうもありがとうございます本当に感謝しております六分しかないということなので 読み上げますねまず私としてはこの議論に対してデジタル技術を持続可能なそして持続可能な環境に対して使ってきた経験からお話をしたいと思います。私どもは3つの社会運動スラバツ コーポレーティブというところが参加した経験からなんですけれども地域の女性運動それからフェミニスト運動そして社会連帯経済運動に参加しているんですけれどもこれらに関しては1つか2つ提案や要求あるいは「コールフォーアクションについてご紹介したいと思います。世界観これがやはり 重要だというふうに思います先住民の女性の運動を特定する上で重要ですこの持続可能な環境のためのデジタル技術の利用に関しては以下の懸念があると思います一体誰がゴミのこういったデバイスの廃棄物を実際に担当をして処理をするのかという問題です 我々としてはこういった廃棄物こういった原材料というのは白人あるいはその先進国が作った製品に関しては私たちとは全く関係ないところで作られているのであるという意見があります。でですのでこういった 持続可能な開発およびこういった関係というのは我々の日々の生活にどういう影響があるのかというのは一体誰が見てくれているんでしょうか私たちの生活の一部になっている自然資源がこういったデジタル技術のゴミによって汚れているという問題に関して誰が責任を取るのかということです。私たちは 体と水と土地を分けるわけて考えるというわけにいかないんですこれは全部私たちの資産であり私たちの所有物であるので私たちの命と同じなわけです。ケアというのが多分女性フェミニスト活動の中核的な予防になるというふうに思います。そそれぞれぞをををケケアアしてそしてて地球をケアをするここういったことが データプロセスとかあるいはさまざまな環境持続可能性に使われているプロセスの中核にあるべきであるという考えです気候変動あるいは天然資源や持続可能性に関して仕事をする人たちというのはデータを集めたとしてもそれを 土地の分配や経済的な動きそして社会活動や女性の活動にも資するような形で使われる必要があると思っています私たち地域共同体の女性は持続可能な環境気候変動それから天然資源管理のプロセスに参加をすることを求めますがこれは最初から コレクティブデータモデルとしてソリューションを作る形で開発されることを求めるためにそしてデジタル環境においてもそのソリューションがケアを中心に行われるように求めるために参加します。それから社会連帯経済的運動でありますけれども人間として製造するためには連帯が必要です。 デジタル技術はその可能性に貢献することもできればそれを崩壊させることもできるものだと考えています。ですので責任あるデジタル技術の消費に意識をする必要があります。我々としては人々がつながるためにもそれが必要です。デジタルテクノロジーというのは持続可能な環境という文脈の中で正しい 形で使われる必要がありますしそれからその有用性とネガティブなインパクトの間のバランスをきちんと保つ必要があると思いますそれを行うためには連帯というものが開発の中核に据えられなければならないというふうに思いますデジタルテクノロジーそれから自動可能性というのはデータドリブンだけではやっていけないというふうに思っていますテクノロジーが 市民の参加を強化するための使われていかなければならないと思っています気候変動のあるいは天然資源の管理に対するデータを集めるということは市民の参加や組織の強化をベースに行われるべきであると考えています私たちスラバツが参加している社会運動としては緊急に 世界観をきちんと尊重することそしてケアを大事にすることそれから連帯性をまた中核に据えた上でデジタル技術を持続可能な今後のために開発していくことを呼びかけますありがとうございました非常に興味深いなと思ったんですけれども全てのスピーカーの皆さんが 姿勢あるいは態度を変えるという話をしていらっしゃいますよね。単に関連者のみならずユーザーの視線も変えなければいけないとおっしゃいました。では次です。マクターセックさんです。国連アフリカ経済委員会を代表してお話しいただきます。このテーマがどのようにあの話し合われていますか。はい、ありがとうございます。 皆さんおはようございます。本日はこの大事なテーマのセッションにお招きいただきましてありがとうございます。デジタルテクノロジー気候変動のテーマというのはこの時代とても大事です。デジタルテクノロジーというのはマイナスとそしてプラスの両方の側面があります。したがって デジタル政策にそのことをきちっと反映していかなければなりません一般的に国家のデジタル政策というのは気候変動が必ずしも網羅されていないということがあります国連でもアフリカデジタル変革戦略というのがありますけれどもアフリカ諸国に対して 気候変動のテーマを必ず国家のデジタル政策の中に入れるようにというふうに推奨していますなぜかというと統計を見るとデジタルテクノロジーの統計を見ますとそれは1%から5%この GG にえ寄与しているということであります それはずいぶん大きな数字だということになります。さまざまな研究によってデジタルテクノロジーによってこのグリーンガスの排出を2030年までに削減できるというふうに言われています。そのことを考慮することが大事です。アフリカで今現在このことを考慮して。 そしていくつかの。課題に直直面しています。規制の分野です。I. C. T. です。まあ、実際に。I. C. T. と。I. C. T. のサービスと。 環境へのインパクトの関連性というのは今まであんまり注目してきませんでしたまた誤解がありますいくつかのまデジタルに関してなんですけれどもデジタルテクノロジーと環境のインパクトに誤解がありますテクノロジーがの躍進によってこの誤解というのがさらに拡大してしまう可能性があります 新しい新興のテクノロジー AI のうようなものブロックチェーンがエネルギーや環境にどのような影響を及ぼすのかそしてどういったソリューションがあるのかということも考えなければなりません。デジタル政策というのは全てのはて あ環境のセクターエネルギーのセクターそういったものを考えずに推進しできないつまり縦割りではできないということなんです再労化してはいけないということです。ということでちょっとイニシアティブの話をしたいいと思います国連レベルではデジタルテクノロジーを活用して環境の問題に適応しようということですが政策レベルでは国家の政策を策定する時に 環境と気候変動が優先になりますそして ICT への寄与というものも考えます2点目規制の方ではアフリカ諸国をサポートしますけれども新しい規制として 環境と気候変動というのをその中に盛り込むということをやっていますまあ、一式の改革ですでもう一つのイニシアチブですけれどもデジタルテクノロジーの活用ということで気候変動にそれを適用するというアカトンというプロジェクトがあります若い青年のイノベーターの人たちを集めて1週間 アカトンに集まりますえそして気候変動に関していろいろ討議しますそしてその後新しいアプリケーションを開発します気候変動というものに適応したアプリケーションを開発しますえそのことを通してまあアフリカ諸国へのサポートを実施しています国によっては早期警告システムなど というのが役立っているという場合がありますそして多くの国に対して早期警告気候情報システムなどが役立っているというそういう事例もありますもう一点気候に関する改革ですけれども歴史的に 一つのアプリケーションというのを開発しましたけれどもこれは情報として気候に関する1920年からの気候に関する情報というのは全て網羅されているというそういうアプリケーションがあります。もう一つのプロジェククトはセセンンターオブエクセレンスを 作ろうというものでそれからこの炭素のクレジットに関してもまあ登録制度などといったものを導入していますもう一つの重要なプロジェクトですがそれはオンラインのプラットフォームを作るというものですそれによって気候 の問題を軽減ししようとしていますスマートシティというプロジェクトももう一つあってあすいませんそれは国連の ECA の一部なんですかそうですセンター・オブ・エクセレンスというのをアフリカ経済委員会の中に設立していまして これはアフリカ諸国のサポートのためですデジタルテクノロジーを使ってサステナブル持続可能な開発を推進するということです2030年の au のためのこれはイニシアチブになっていますでデジタルでのヘルスケアであったり経済だったり貿易だったりといろんなそういったプラットフォームがあるわけですそして カパシティビルディングということでこういった新興のテクノロジーを使って気候の問題を軽減しようということですけれどもすでに今後に AI に関するセンターというものが作られています。そこではどうやっってて AI を使って 気候変動を軽減するかということを推進しています、えー。マクタさん、ありがとうございました。このテーマというのは、まああの縦割りをやめよう、サイロカやめようということですよね。持続可能性とデジタルというのを、タ、えーまあ、縦割りではなく、アプローチするということだと思います。Hey, sorry, アクセスクラーケーさんにちょっと名前がちゃんと発言できなくて申し訳なかったんですけども GIZ で何をやってますかありがとうございます。ここに参加できて本当に光栄なことです。ありがとうございます。いくつかお話を共有させていただきます。でまあ、やはり 持続可能性を関係で考えているそれからデジタルのコミュニティとやはりこの間には分断があるというふうに思ってますそれからまたこの2つの世界より近くするための余裕というのはまだあるというふうに思いますグローバルのレベルで物を見るとこの2つのコミュニティが気候変動の問題の議論をしているわけなんですけれどもしかし彼らは私たちがアーキテクチャー あるいはグローバルなデジタルシステムのアーキテクチャを話しているのとちょっと内容が違うような気がするんですなので橋かけ,かけ橋渡しをしていかなければならないというふうに思います ITU は今後 COP28 でグリーンデジタルアクショントラックというのを開催しますけれども非常に価値のある イニシアチブだと思っていて ITU にはこういったリーダーシップを取っていただいていることを大変嬉しく思いますそれからもう一つ今日まだ言及されていないものがありますけれどもデイビッドさんもおっしゃいましたけれども次の IGF の環境をのミーティングに環境からのいろんな人と人を招いたらいいというふうに思います c o a s という Coalition for digital environmental sustainability というイニシアティブがあるんですけどもこれは各国の環境省庁それからさまざまな環境の人たちがデジタルの問題を議論しますので それに参加することによってまた橋渡しができるというふうに思っておりますで、IGF の皆さんもそこに入っていけばいいというふうに思いますそれからこの IGF にもより純粋に環境の人あるいは気候問題をやってる人たちがどういうふうに彼らがニーズを持っているのかを話しに来てくださるあるいは我々がそういったところに聞きに行くというのもいいんじゃないかと思いますなので業界横断的にあるいは異なる 業界でのの交流ととといいうのをもっと増やしていく必要があると思いますそれからさっき同僚からも言及がありましたより具体的な基準標準が必要であるという点なんですけれども私たちともそこから背を向けている的なところがありますけれども相番こういった概念の話あるいはパイロットプロジェクトをやってよりその拘束力のある規制を導入していかなければいけないあるいは業界として 遵守しなななけければいいいような基準標準標が出てくると思いますですからこの考え方をサポートする必要があると思うので私たちいわゆるグローバルな規制当局というのがいないのでやはり私たちが議論をする時に同じ用語でもって同じ基準でもって話をするというのが重要だというふうに思っていますのでこういった活動をしていく こととが必要だという,ふうに思ってますそれから各国でさまざまなトピックでプロジェクトをやっていますけれども最近そういったところにも例えばセギンとか ITU がグリーンデータセンターの標準設定をしようとしておりましてそれは非常に有益だというふうに思いますので私たちも専門家としてそこに参加をしておりまして。 実践化用のガイドをグリーンデータセンターのために作って、アフリカ気候サミットがナイロビで開かれた時にそれを発表させていただいています。で、私の印象としてはこういった方向性というのがもっとやるべき方向性だと思っています。それかガフステックイニシアティブというのがあります。皆さんご存知かもしれませんけれども、これは DPI DPG のアジェンダに関係しているものなんですけれども、これは そのできれば環境的に健全な調達それから電子廃棄物こういったものに関してさらに具体的な活動が行われればいいなというふうに思っておりましてそれは本当に必要で求められているものだと思っていますですのでこういった活動がもっと増えることを期待しておりますものすごくポテンシャルのある分野だと考えているからですそれからま議論は複雑なんですけども これは多分今日の議論もそうなるかと思いますけれども人々によってはデジタル産業のグリーン化というもちろんグリーンデータセンターなんかが重要なのでそれについて議論をしたいという人もいると思いますがそれはツールとかあるいはインストルメントを開発をして全てのバリューチェーンデジタル産業のバリューチェーンを管理するということも重要になっていくるでしょうしそういったアイデアも素晴らしいと思います。 でポテンシャルの話つまりインターネットあるいはデジタルテクノロジーとかツールが 経済の変革あるいは経済がよりカーボンフリーの経済になっていくためにどれだけのそのポテンシャルを持っていてそのポテンシャルをどうやって解放するかというふうなことに議論をしていきたいという人もいます。つまり地球をもっと冷却化しなければいけないというふうな考えです。でこういった例はあるんですけども私それに加えて近い将来適切な 知識の交流であるとかあるいはきちんとした結論でみんながこれを守っていこうねと思えるようなものが作れるような場所というのが必要だと思いますフェアフォワードという活動がありますけれどもこれはいかにパートナー国をグローバルサウスに見つけて例えばアフリカとかインディアもそうなんですけれどもサポートしていくかというプロジェクトです 気候変動適応における AI の利用に関してパートナー国をサポートしていこうという活動で非常に面白いと思っていますで例えば分水嶺の管理であるとかというふうなこともそれに含まれておりまして地域社会と一緒になって AI の結果あるいは AI を使ってその天然資源の管理のための活動をするとかその東アフリカとかケニアにおいてはフェア・フォーバードのイニシアチブでもって AI を気候適用活活動動に使ううといいううしています例えば農業などがより気候に優しくなるようにするというふうな活動もしていたりします。 ととといううことででプロジェクトの数は十分あると思うんですなので次のステップとしてはやはりこういった経験からその結論を導き出して次のアジェンダにつなげていくということだというふうに思うんです。よってこういった議論は非常に大事だと思っておりまして私自身も。 こういったいろんなレベルでグローバルスケールであるいは地域のイニシアチブその何かアフリカユニオンとかっていうようなところで行われているようなことを貢献していきたいと私も思っておりますけれどもただ やはり横のつながりというものを今後どんどん増やしていくというのが今求められているということだというふうに思いますありがとうございましたアクセルさんありがとうございますテーマは、えー、まあいろいろなそういったあの架け橋になると思いますのでさて会場から何かあのご意見や質問があればお受けしたいと思いますではまず会場の方に行きましょう 皆さん非常に貴重な貢献ありがとうございます。ハナ・バウザーと申しますオランダのサステナブルディジタイゼーションという組織から参りました。国際協力を強調しすぎてもしすぎることはないと思います。それに関しての質問があります。マイカささんスタンダードの話をされましたね 総合運用に関して安全に関してのそう,そういった標準というのはありますけれども国際的にはサステナビリティデジタルシステムのサステナビリティの標準というのはどうなっているんでしょうかえマイケさんに聞きましょうかデイビッドさんアクセルさんも何かもしあればお願いしますはい IEEE、e、の視点ということになりますグローバルユースということで 特に管轄権があるわけではありません。そして適用に関してなんですけれどもそれはまあ企業であったり政府がまあこの標準をどのように適用するかということでそれが最終的に規制になってくるわけです。で標準といいいうのはいろんなレベルで作られています例えばマイクログリッドを 例えば太陽光のグリッドにどのように取り込むかとかエネルギー効率に関しての標準だったりとかいろんなそういった標準があってリストもも非常に長いものがありますこういう標準というのはよりサステナブルなインフラを構築すするとということが目的でありますよりまよ効率的なものというふうに表現する場合がありますが質問の答えになってますか はい、お答えありがとうございます、はい、とても有益なご意見だと思いますが先ほど言ったようにこういったスタンダードをどうやって採用するかということだと思います。それによってサステナブルなデジタルの,この変革といったものは加速化することができると思うんですね。そして気候のこの危機器に対応できると思うんですけど、はい、この作業というのはまだ始まったばっかりなんです。 そしてこの炭素のフットプリント特に小さな組織例えば農園だったりとか企業だったりそういったところのカーボンフットプリントの測定をしようという試みが始まっています。50%の GDP 世界の GDP に責任があるそういったところが対象になります。 カーボン経済とかカーボンクレジットそういったものに直接関与してないかもしれないけれどもそういったところのカーボンフットプリントは大事であります中小企業などもサステナブルなこのバリューチェーンサプライチェーンなどに参加できるようにするそれによってサステナブルな調達といったものが実施できればと考えています。それれができれば 問題の多くが解決できますヨ,ヨーロッパではえ確かあ商品プロダクトタギングというのをえデジタル的なパスポートという形で導入していますこれまだコミットはしてないんですけれどもあ、まあ、デザインがあ、まあ、進んでいるということでアクセルさんがさっき言っていたグローバルイニシアチブの一つだと思います。 GDP ということに影響を及ぼすことであれば、それは私たちのこの投票,が投票権というのが重要になってくるわけですよね。従って、ご質問というのは100%この問題の核心をついていらっしゃると思います。ありがとうございます。最,終最後の,あの 最後にえ私たちのこの連携というのをさらに継続したいと思います。それから追加したいんですけれども補足したいんですけれどもあの強化する。 というのはちょっと強すぎる言葉かもしれませんがスタンダードを実施するということが大事だと思いますデイビッドとアクセルも、えー、このディスカッションをさらに前に進めるということで IGF がその一つの場だと思いますマルチステークホルダーのディスカッションができる場でもあるわけですこの標準といったものをどうやって実施するのかということで デビットそれ以外の方何か補足ありますかデビッドさんに伺いたいんですけれどもそしてまた次の質問がもしあればどうぞ。はい、先ほど何回かありましたけれども。 責任あるイノベーションという言葉何,と何回も出てきましたがまさにそれだというふうに思います。これは標準設定機関としてもとっても重要で我々としてはそのフレームオブレフェレンスとしてはイノベーションフレームワークというのが学会で使われておりますしそれから業界がアプリケーションとかサービスを提供する時にもそれに準拠して行うべきだというふうに思ってます。なので環境に責任を持った イノベーションというコンセプトがあるのであれば、まあ、ビットコインのようなものでこれはまあ環境に持続可能な形ではないので経済的にも、えー、持続可能な形ではないというふうな考えもできますけれどもただその 標準の測定として私たちとしては継続的にさまざまなデジタル環境で起こっていることに関して測定をしていくということも責任あるという意味では重要だと思います。つまりは共通言語を持つということですね。ではメッケさんどうですかありがとうございます。1点重要な点標準ということについてご言及がありました。 デジタルテクノロジーに関して気候変動に対するインパクトを減らそうとしているわけですよね。国連に関しても国連枠組み条約がありますこれはすべての国が政策や戦略を作るサポートをしてくれるわけです。気候変動やエネルギーに関してですね。 ただこれに関して一つ欠けているとしたらやはり標準だというふうに思います。その点について私たちは国際的なレベルでも見ていくべきだと思いますしそれから ICT においても ITU でもって見ていくべきだというふうに思います。これによって全ての民間部門が このスタンダードを作る上で参加できるというふうに思いますしそれによって相互運用性が担保できるんだと思います相互運用性は非常に重要ですからでプラットフォームフォーラムとして IGF はこういった標準あるいは気候変動に関するものについて議論するいい場所だというふうに思いますありがとうございましたマクターさん、えっと あ,ありますすねのの部屋の方ですかあその前に会場から、はい、あのオンラインから質問がありますねこれは奥谷泉さんという方からの質問で私たちは私たち一人一人は環境セクターインターネットセクターで何ができるかということでえ、まあ、個人レベルでは何ができるのかということでアクセルさんいかがでしょうかお答えいただけますか いい質問だと思いますが非常にあの漠然とした質問ですよね。これはこのアイディアというのはこういったフォーラムで話し合う内容ですねコミュニティがもっとこう緊密に連携するということだと思います。私たちは1回目の話し合いの中でもまあこれ討議しましたけれども。 さらに連携ですね。この2つの分野を連携するということ、スタンダードとテクノロジーをより緊密に連携させるということだと思います。それ以外にも。まあ,あの消費者コンシューマーというのがありますよねそれについては。ま、コンシューマーの責任については、あんまりあの言及してきませんでした。そしてえまいろんなアクターがいます。しえ、当事者もいますし。 ということでこれはまただ話をするだけではだめですまスタンダードを定義し明確な責任を設定するということですそしてモニターをするということだと思いますまディスカッションというのは まあ、そこにはこれが喫緊の課題だということを私たちが認識する必要があるということなんです。まあ、環境を守るということそして現在のこの状況がどんどん加速化しているということを考えると交渉が決して簡単ではない。したがってこのようなデジタルコミュニティがこの問題をもう 非常に積極的に取り上げているということをこれは素晴らしいことだと思いますそれが答えになっているかどうか分かりませんけれども何か追加ありますかケンリーさんはいあのはい大事なのは全ての社会運動にこれを連携していくことが大事だと思います。環境ののの運動でですけれどもこの交渉の中で グッドプラクティスそれから標準そういったことを今まで主張してきたわけです。私の経験では中央アメリカではあラテンアメリカでは今までは本当の意味でこの環境とデジタル運動をあるいは環境をこう連携させることが非常に難しかったんです。 ですからもうちょっと努力をしてそのことに力を尽くすべきだと思います環境運動というのはあまり私たちの主張を理解してくれていない場合がありますで、いろんな他の運動がありますそことをこ強調していくというのも 必ずしも簡単ではありません、まあ、いろんな運動があってそれをどうやって連携させていくのかそしてそれをどうやって行動に移すのかそして提案を出していくのかそして意思決定につなげるのかそしてコミュニティに役,立つに役立つようにしていくのかというのが課題です。一つの例が、まあ、有機農業 に関してです。まあ、いろんなその、えー、具体例がありまして、えー。こういった事例というのを。私たちのこの問題の中にも取り込んでいく必要があると思います。はい、手が挙がってますね。そちらが1人目。それからもう1人ありますけど、デリジェイさん。 ありがとうございます私の質問はアクセルさんに対してですアクセルさんありがとうございました AI の潜在能力を環境管理に関して解放しようというお話ありがとうございました実は私このイニシアチブに関して他のようなことをやってるんですけども ユニカもこれに関してサポートをしております。今後、ブラザーフードというのがあって、え、これもやはり環境に対しての、あるいは気候変動に対しての影響を減じようという活動なので、お互い活用し合えませんかしら。つまり、あなたの組織と、それから私。 たちがその設立した研究機関がさらにこういった A I とか新興技術が技術気候変動に使えないかその活動のその協力をするということいかがでしょうか。これなんかセンター誰かのセンターに質問したいということなんですか。アクセルさんでしたっけ。はい。今の質問に関しては。 私たちに協力の可能性を考えてくださいというふうなお話だったと思うので私たちも本当にそれに関してはやりたいと思っております。イニシアチブはやはやり パートナーシップでやればやるほど成功の可能性が高くなるので一個一個が別々に組織として独立でやるのではなくてみんなが協力した方が成功の確率は高くなると思いますからやりたいと思います協力は。それともう一つなんですけども AI の適用に関して。 気候変動あるいは気候の問題に関して AI を使うということですがやはりもっと経験の共有が必要ではないでしょうかあるいは結果とか成果とかの交流が重要だと思うのでこれはどんどん進めていきたいと思っていますので私に連絡くださいそしたら私のチームとか私たちのところにいる専門家につなげてあげますありがとうございました yeah, much,、はい、クリスです 私はテクニカルコミュニティのこの IGF のマグの一人なんですけれども、まあのスピーカーの皆さんありがとうございます。非常に興味深いディスカッションだと思って聞いておりました。少しあのテーマ変えたいと思うんですけれども、あのコメントさせてください。そして質問させてください。コメントは。 IGF インターネットガバナンスの役割についてでその構造です何ができるのかということで特に環境政策にどのように対応できるかということですが少しそのフォーカスを変えて地域やあ国家のアプローチということを考えてみたいと思いますまあこれはあの IGF 地域と国家の IGF ということですけれども。 私もそれに関わってきましたいくつものワークショップやあえー、ヨーロッパのこういったワークショップレベルというのが開催されていますで、えー、いくつかのセッションがすでにも開催されていますこれはヨーロッパだけではなく世界各地で開催されると思うんですけれどもこれはとてもあの有、えー、益だと思っています、えー、ケムリーさん いやルドルチさんがおっしゃったとおりでこの小さな規模の地元の草の根レベルの組織という話をされていたと思うんですけれどももちろんこういった年間あの年次総会 IGF の年次総会のようなものには参加してないかもしれませんけれどもそういったところとも連携していくのが大事なのかなと思いました。で質問なんですけれども まあ今年のワークショップでもこれ取り上げていきたいと思っているんですけれども私たちの扱っているテーマの中に政策立案者はその理解のレベルとして環境のことを理解しているのかどうかそしてデジタルセクターのことを理解しているのかどうかというそういったコメントが出ました。 で時々今混乱が生じているんですけれども ICT とデジタル活動と環境インパクトその辺のところで誤解が生じているということです。AI の話が出ました OECD のレベルでもその話題が出ています IEEE、e、を保管する形の作業が進んでいますデータセンターとかストリーミングとかそういったディスカッションがヨーロッパでされていますデータセンターがとデータセンターのスループットが増えることによってエネルギーにどういう影響があるのかとかそういった話も出ています。非常に複雑ですまた 量子インターネットというものにも話題が及んでいますそこで質問ですパネルの皆さんより良い情報を政策立案者に対して提供する必要があると思いですか。特に環境インパクトについてということです IGF まあ、グローバルというだけではなく、まあ 国とかえ地域のレベルということです。はい、まあ、あの政策立案者にはあんまり情報を与えてはいけないです。私たちと一緒ですね。まあ、全てはエビデンスベースの必要があります。で、もう一点申し上げたいのは10年前に言われていたことは、今日今の段階では現代ではベストソリューションではありません。切断政策立案者の人たちに対して。は。 最新のそしてもうそのベストに近いソリューションを伝えるということだと思いますそして12年ごとにあるいは3年後にそれをもう一度きちっと検討するべきだと思います規制や政策を作るのには時間がかかります非常にゆっくりとしたペースですテクノロジーに必ずしもリンクしていません 2008年にどの程度のこの電力を ICT が使うのかとかいう話が出ましたけれどもその電力の使用量というのは大きく跳ね上がっています。それから原発についてもいろんな問題が発生しています。原子炉があるいは原子力が特に遠隔地の 人たちに対してクリーンな、クリーンなエネルギーを提供できるという可能性があったりという。まあ、話し合いが、議論があるわけですということで、非常に大きなあのこの前進がありました。政策立案者、もちろん、最新のデータを与える必要があります。それをやる方法として、アイトリプル E。アメリカでは、議会を通して1年に1回。 そういう情報提供の場を設けています。えー、他のチャンネルというのももちろん開放すべきだと思います。あ,ありがとうございました。デイビッドさん何か言いたいことはありますかそれとも私の方から。まずクリスさんがおっしゃったように英国の IGI が数年前環境問題を IPCC のキーノートのアドバイザリーの会議でおっしゃったということがありましたなのでそういうことはあるんですけどもただそれに関して残念なことに参加をしてくれなかったというのが残念でありましたそれと政策もんの問題という意味でもっと幅広く捉えるならば議論は 理想的状況でベストのテクノロジーをうまいこと使えばどういうことが起こるのかというふうな議論に終始すする機会がありますでも現実の状況リアルの状況というのは理想とは程遠いわけです。なのでこうあったらいいなとかこういう野心を持ってるんだけどなというふうな議論はあるんですけどもでも政策立案者 の思いはそうなんですけども、でも実際に私たちの観点からはリアルなものがそのもうちょっと違うものなので、この2つをつなげる必要というのがあります。コーディスというのはこの2つをつなげようという努力であります。ヨーロッパの学会のネットワークはデジタルのイニシアチブを作っておりまして、それはフォローなさるといいと思います。ありがとうございました。で次、私もちょっと申し上げたから次の質問に行きたいと思います。で。 私、2人、人が質問したいと言ってるので、ちょっと後から行きますけれども、インターネットインデックスにいろいろとディスカッションするためには、やはり情報が必要であって、でも一方で、インパクトを測定する方法が必要なんですね、適切な形で。でないと、デジタルの移行と、それからデジタルの過剰フ,フットプリントというのをうまくバランスが取れないというふうに思っているんです。なので どうですか私はローカル IGF が非常にその他のムーブメントとの絡みでもってそのインターネットガバナンスとさまざまな運動の声を統合させる必要があるというふうに思っております私は IGF ローカル IGF で仕事をしておりますけれども10年何年いたか分かりませんけれども で同時により多くのセクターの声も取り込もうと努力をしているんですけどもただディスカッションは私たちのディスカッションでとどまってはならないと思っていてもっと他の関与をするべき人たち環境動きとかあるいは先住民の動きとかそういったムーブメント関係の人たちも取り込んだ形で意見を交わすべきだというふうに思っておりましてそれがまずローカルな IGF で起こるべきだと思います。で このディスカッションをオープンに取り行う必要があるというふうに思ってます他のアクター他の声も取り込まなければならないと思っていますまずそれが一つそれともう一つ申し上げたいことがあってというのもこの問題つまりこれ言わずには帰れないんですけれども私たちアクティビストあるいはビジネス モデルがデジタル社会をベースに作られているんではありますけれどもしかしそれとデジタル技術を有用な使い方それから有害な使い方との間でうまくバランスが取れているようなストラテジーだと思っていません。でこの デジタル社会のストラテジービジネスモデルこれらについてやはりいい影響と悪い影響があるのでそれについてそのフェミニスト運動とか先住民運動とか社会経済連帯運動の中の文脈でどう捉えまわるべきかというふうな議論をしてきたんですけどもで全てのビジネスモデルが いいろろんなとところを参照してて作られるべきだううふうに思っておりますもちろんテクノロジーを使うチャンスというのはあるんですけどもでも環境に大きく影響をさせることなく技術を使うということも可能だと思っておりますので申しし上げましたではあのマイクの前にいらっしゃる方いらっしゃる方沖谷泉さんいらっしゃるんでしょうかあのチャットさん先ですか でジャズミンさん、イズミさん、その後、えー、クロージングリマークということもぜひお願いします。はい、チャットガルシアと申します。A.P.C. のものです。昨日私たちのネットワークの方からイーウェストの話が出ました。でインドそれからガンビアの方が発言していました。でこ この組織というのは小さな組織なんですけれどもこの eWaste に貢献したいというそういう組織なんです。でデイビッドさんがおっしゃっていたネットワークを通して私たちはツールキットを提供している特に循環型の経済に対するツールキットを提供しているというような話が出てましたよね。そこで 私が主張したのは、ええ二十六億の人たちを接続しなければいけない。二十六億人というのはもっとガジェットやリソースが必要だということになります。えそこでいろいろ私たちができることがあります。一つはもっと 今現在ででききるることとハイライラトすすべきかなと思うんですデビッドさんそれはまああの現実的ではなければいけないと思うんですね。今できることはもっとインパクトが大きくなると思いますのでそれをまあ一緒にできるんではないかと考えるんです。 まあ協力できることだと思います。はい、あのキノンさん。こんにちは。キノンと申します。インターネットアソシエーションジャパンの副社長です。この標準について、スタンダードについての質問なんです。あの全くおっしゃる通りだと思います。まあそうは言っても。まあ。何人かのスピーカーの方のコメントの中で。 サステナビリティとデジタル化の中で異なるそのドメインを修練させる収束させるというそういう可能性があるというコメントがありましたけれども実際の標準に進む前に必要性としてデジタルテクノロジーがどのように 環境保護に寄与できるのかということを評価するというそういうステップなんですそこで私の質問になります同じような必要性というのを皆さんも感じていらっしゃいますかまスタンダードのイニシアチブを取る前にもうちょっとできることがあるのではないかなと思うんですがジャスミンの とオンラインそして泉さんという順番にしましょうかではドルチェさんとクロージングリマークお願いしますありがとうございますテクニカルコミュニティフォーユース香港のジャスミンですで、先ほど標準の話とかシステムセンターの話がありますけどもマッピングというのが重要だというふうに思っています 私たちいろんな地域に住んでいてそれぞれのスタンダードがあってデータを集めているわけなんですけどもでもこういったプラットフォームに来てみますともっと可視化が必要だと思っていて集中化されたプラットフォームが必要でお互いがどのようにデータを集めているのかが分かってどういうふうな形でインパクトを測定しているのかというのが分かるような。 そういうういいいものが必要だというふうに思います皆さんデータを測定する技術それから可能環境に対する影響を測定する技術こういったものに関してその世界の世界地図を作るみたいなことっていうのはどうお考えでしょうか私は 議論を加速させる必要があるというふうに思ってますし集めたデータをみんなで集めて議論する必要性というのもすごく強く考えているのでそう申し上げました泉さんアンミュートしてなんかしゃべってかかっいただけますか泉さんつながってらっしゃいますか 泉さん奥谷泉さんのマイクをアンミュートして喋しれるようにしていただけますか？オペレーターの方お願いします。内容であれば奥谷泉と申します。ありがとうございます。ちょっとアンミュートに時間かかって申し訳ありません。極めて興味深いディスカッションを拝聴しました。プラットフォームを使って でさまざまなプレイヤーが情報共有するというふうなお話がありましたけれどもそれからまた政策決定者に対して情報を提供するという言及もありましたのでそれに加えて一言申し上げたいと思います。業界のプレイヤーにももうううちょょっと光を当ててはどうでしょうか それぞれの事業体あるいはインターネットコミュニティもアクションが取れるようにということです。というのも彼らの活動も政策決定者の活動に加えて重要だと思うからです。そういう文脈においては例えば規制に加えて マイルストーンあるいはガイドラインどういうアクションをそれぞれの業界が取るべきかというふうなものを使えばあるいは作れば有益なのではないかというふうに思いますそうすると国それからリージョンの IGF も場所としていろんなプレイヤーが集まって情報を得る場所として機能し始めると思いますししかしそのためには ディスカッションとか情報の共有というのが IGF の場所で止まらないようにその先に情報が流れていくようにという一歩進んだ技術も重要だったし努力も必要だというふうに思っていますありがとうございましたではあの最後の一言にしてください、はい、700短くしますイレインと申しますシンガポールから参りました私個人で参加していますグローバル まあ、地球の市民として一言申し上げたいと思います。シンガポールという町にはチョイスが非常に少ないと思います。ま、教育のことも申し上げたいと思います。国連のスタッフカレッジというものに参加しました。ライフスタイルのサステナビリティに関するそういう会議だったんですけれども、もっとこの教育市民教育に力が。 入れられるべきだと思いますやはり、えー、市民がどうやって消費をするかどうやって通勤するか通学するかということが大きいと思いますではドルチェスさんそしてデイビッドさんえー、最後のクロージングリマークお願いします私の最後のクロージングリマークとしては私はまあ遠いところから途上国から来ました 皆さん AI とか高度なテクノロジー制作立案者の話されてますけれども私たちはもうデジタル化を始めたばっかりなんです。デジタル化といった時に私たちの国はベストプラクティスを今検討中という段階です。ベスストプラクティそそのもののもかから何が学習できるのかそして それはどういうものが私たちの国にはあるのかそしてカパシティビルディングということに関してはどういう教育をすればいいのかそしてそのテクノロジー私たちがその展開するテクノロジーはこれはそのユーザーの理解をがあるものでなければいけないというのが前提になるわけです。そして このようなプラットフォームの中で IGF はより包摂的なこういったサステナブルな問題に関連する人たちを取り込むべきだと思いますビジネスあるいは民間の人たちビジネス界の人たちそういったセクターの人たちがもっと参加するべきではないでしょうかその人たちのインプットがこの環境問題にも必要なのかと思います。以上です Yeah, thank you. はい、ありがとうございます複雑な質問もたくさんいただけたので私1分ではしゃべりきれませんけれどもただもうこれは明らかだなと思ったのは私たちが複雑な問題をより意思決定者にうまく説明するためにはシンプルにする必要があると思うんですよりクリアに優先順位を示してあげる必要があるというふうに思いますそれは 多分次にやるべきこととではないかと思いか思ます明瞭にポイント多分 10, 10個くらいのアクションポイントあるいはそれよりも少ない数のアクションポイントに落とし込んで政策決定者が何が緊急に必要とされているのか分かるようにしていく必要があると思います。でまた新た新な複雑性をその もたらしてしまうと政策決定者はそれを解くというのが難しくなるので私たちとしては彼らが行動が取れるようにしてあげるということが必要だと思っていてより物事をクリアにするということが次に私たちがやるべきではないかと思います。それから大きなトレンドというのも目をそらしてはならないと思います。今後後10年後どうなるのか 世界の人口の30%がまだつながっていないということなのでこれは今後10年ぐらいに違っていくと思うのでそうすると環境にに対すするる影響も劇的に違ってくると思いますデータセンターがグローバルサウスにこれからもっと作られるというふうになると多分持続可能性の影響というのもものすごく大きくグローバルサウスに与えられるかもしれないというふうなビッグトレンドもフォローアップしていく必要があると思います。ありがとうございました ありがとうございました本当に面白いパネルでいろんなことを学びましたし楽しかったですなので学びということであれば今後 進んででいく上でやはり持続可能な、えー、その生物圏を維持するためにはですけども単に環境以上に生物圏という全体が重要なので申し上げますけれどもそのマルチダイメンショナルな協力それから協調が 国を,離れた国をまたいでそれから市民社会それからさまざまなセクターをまたいで行われる必要が,必要があると思います。グリーンアカウンタビリティというのも必要だと思ってまだそれがどういう意味かまだ分かりませんけれども測定してその結果に対して責任を持ちそしてさまざまなものをそれに合わせて改善していくリバイズしていくというそ,のそれを回していくということが必要だと思います。私としては 問題というのは一つ以上にあるというふうに思うんですけどもこの問題というのは非常に複雑でありますのでやはりいろんなニーズがそれぞれにこれが一番その研究を要するというふうに競い合っているような部分があるというふうに思いますので私たちとしてはやはりこのようなフォーラムがまさに必要で。 どうやってバランスをうまくとるのかこういったニーズをどういうふうに対処していくべきかということを議論すするる必要があると思っておりますで今後これから持続可能なカルチャーを作っていく上においてやはり全てのプロジェクトは私たちが何をやっているのかということを考えて持続可能性を中心にやるべきことそれからやっていることを見直すということが必要で誰も一人として取り残してはならないというふうに思います。 なんで誰一人として取り残すということはそのオプションではありませんから。はい、あの皆さんいるさまざまなご意見大変ありがとうございました。ディスカッション大変貴重だったと思います。もう四つのステップにです。インテグレーション統合するということ、より多くの人をディスカッションに取り込む、より多くの運動 そしてより多くの世代をこういったディスカッションに取り込むということを2つ目はよりよくこの複雑な問題を理解するということです何が起きているのかそして共通のプラットフォームという考え方も理解しなければなりませんもう1つはそれがどのように起きているのか誰が こういったあの問題を起こしているのかということを理解しなければなりません。まだ、これはあの始まったばっかりだと思います。そして、3点目はえ、それを拡大していく。伝達していくということです。デジタル社会という環境の中で。ま、デジタル社会と今申しました。デジタルテクノロジーではなくて、デジタル社会と環境なんですけれども。 私たちがやっているそのやり方を変えなければいけないということです。そしてこのアジェンダの中に適切な方法というのを導入するべきです。つまり公平なやり方です。破壊とそして創造ということですけれども。 20年前私は接続性とかそういうことに取り組んでいましたそして25年経って今私はこの接続性というのはもうこれ以上その改善する必要はないけれども接続できていない人たちを接続する必要はあるということを強調したいと思いますありがとうございます。 うん、デビドさんどうぞ、はい、問題の一つは一つ一つの行為者が環境という文脈において 自分のアクションだけを考えていって環境に少なく影響を及ぼす努力をしようというふうにしているんですけどもしかしガバナンスとかそのガバナンスのストラクチャーがないのでそれを持っておくということが重要だというふうに思います。規制とかあるいはそのインセンティブを環境に優しい行動に対して与えられるようなものあるいは標準とかそういったものを作っていくということも重要ですで。 その環境の文脈で文脈で捉えられるようないろんな情報が市民に与えられて市民も責任をある消費者としての意思決定ができるような状況になっているということが重要です。ですので私たちは環境に対しての責任を持つということがエイトスとして全てのその後遺者つまり業界とかデータセンターとかあるいは標準設定機関などが 持つ必要があります全ての行動に対して環境に対する影響を考えてするということが重要です時間を過ぎてしまいましたけれどもこれはあくまでもまあ一つの旅路だのようなものであってこの対話というのは続けなければいけないということですまあ、世界の市民が まだ大きな影響力は行使できてないかもしれないけれども、それぞれがあま努力をする必要があるということです。そして方向性は決まっているということです。それぞれが国家そして地域政府 NRG というレベルでま適切な大臣だったりあるいはその業界を取り込んでこの話。 に乗ってくるということだと思いますそして来年はこのメインセッションでぜひ皆さんからどの程度の進捗があったのかどういう行動を取ることができたのかということを伝えていただきたいと思いますもう失敗するあのそういう余地はないということです皆さん大変ありがとうございましたパネルの皆さんも大変ありがとうございました